ノブトークファイナル始まるよ、よいしょ。さあ泣いてください皆さん。今日はしんみりいきますよ。じゃなくてやノブトークファイナルなんで、やっぱしんみりはダメでございますね。派手に楽しくパーッと終わりたいので、皆さんよろしくお願いします。ギャラリーが200人ぐらいですかね、ざっと3000いきましたかね。すごいな3000。あ、よいしょ。はい、あの告知もあったと思いますけど、同時進行でですね、パーティーとファイナルパーティーと、放送、やっていこうと思いますので、で、もうオープニングにふさわしい、ゲストをお呼びしましたのでご紹介いたします。自分で紹介してもらおうかな。いいですか。はい、ではですね、まあ、ざっと私が簡単に説明いたしますね。グッジョブ TV のですね、パーソナリティのお二方です。拍手。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。どうも、1年間お疲れ様でした。あ、どうもお疲れ様でした。あ、もう全然気づかなかったですよ、その腹。いいんですか。いやいや、お疲れ様でした。ありがとうございます。1年間走り続けました。長かったです。ありがとうございます。お疲れ様です。ください。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。心遣いありがとうございます。いや、もうこちらこそ本当にありがとうございます。今日はもう、はいはい、ファイナルにふさわしいお二人を、今日いつもMC 側と思うんですけど、はい、なんか変な感じでしょ。なんかこうやって横に並ぶって、そうですね、なんかムズムズしますね。なんか嫌やね、なんかね。でお二方もすいません、はいはい、ノブトークの方はもしかしたら知らない方もいるかと思いますので、はい、グッジョブ TV の簡単な説明とですね、はい、お二方の自己紹介していただいたら助かります。はい、お願いします。ノブトークは以前から姫 TV でよく拝見させていただいたんですが、そうですね、はいはい、その真似をして、うん、真似をして僕たちがまあ追いかけるような形で、はいはい、パクりました。あ、そうですか。はい、まあしょうがないですね。そうですね。本当はグッチョブだけですよ。ちょっとだけ。グッチョブトークってするんだったんですよね。あ、本当はね、それをちょっとそこまで真似るといけないだろうということで、ちょっとまずいな。まあ全国にある日総興産という人材派遣会社をバックに、はいはい、お仕事紹介をしていくという展開で、ですね、お仕事紹介の番組を、うん、ということで頑張るあなたを応援します。そちらに写真があった、はいはい、たくさん の企業の方たちが、そうです、そうです、ですね、すごいですね。いや、もう達したよ。まあでもこれもノブさんのね、ノブトークもそうなんですけども、はい、結構いろんなところで活躍してる方を、はいはい、あ、一応そうです。はい、でしょ、はい、パクリですからもう、うん、はい、やめてくださいよ、パクリ。だから今からどうしようかな。ファイナルで発覚みたいな。いやいや、でも、もうすごい、あの番組って聞いてる。いえいえいえ、ありがとうございます。で、はい、どれぐらいのペースでやってるんですかね。今まではですね、11月までは、毎週1回、火曜日の、8時からやってたんですけども、はい、まあ、今週も明日ですね、はい、はい、あるんですけど、一応12月からですね、はい、各週、2週に1回のペースで。A ちゃんのギャラが上がりまして、2週間に1回にさせてくれてるようになりましてね。そうそうそう、もうこれが発生しようんですか。発生しよう、ギャランティーが発生しよう。 A ちゃんのギャラがポッと上がりましてですね、うまいですね、喋りがやっぱり。いえいえいえ、もう最高ですね、グッジョブ。ノブさんといると安心しますね。なんか安心しますね。安心しますね。もう、どんときなさい。どんときなさい。もうどんと行きたい。喋って喋って、どんどん。いやいやね、ほんとありがたいですね。わ、すごいですね、でも。はい、今日は過去、はい、去年始まってからちょうど1年になるんですけど、はい、20回目ですね今日は。ずっといろいろなゲストを、まあ、全員はちょっと厳しかったんですけど、はい、過去出てくれたゲストを呼んで、はい、まあ、思い出話とか、はい、いろいろで、私がノブトークが決まったのがイケメン TV っていうのに9月に出た時に、はい、もう有名な山根さんという MC の有名、はい、知ってるでしょ、はい、知ってます。多分知らない方は、いや、もういないですよ。ですよね。北九州が抜擢してくださいまして、はい、私を、はい、もう抜擢というか意味のわからん、いきなり MC 来月から番組持ってみたいな、はい、もうドッキリ的なあれで、本当に今ここまで1年間やってきたんですけど、いや、すごいです。1年間ででもすごいですよね、係長。1年間すごいです、僕たちまだ半年ですから。半年ですから、はい、ヒーヒー言ってます、半年で。もう背も小さくなりましたからね。もう本当、髪の石田川はもう、上だいぶ縮んでますか。縮んでますね。縮むし、僕はもう抜けるし。抜けるし、前からか。抜けるわ、太るわ、ね、本当前からや。畜生。いや、でもで、企業さんがでも切れずに、ちょっと言い方悪いですけど、はい、やっぱりゲストに大変になるんじゃないかなと思うんで、先私は、まあ、たまたま、はい、運が良くて、もうゲストさんがこう次から次へと決まっていったんですけど、
ゲストさんが、まあ、会社の企業の方を紹介するからですね、はい、まあ、紹介してくださる方にしたらもうありがたく、こんなこういう場はないでしょう、はいはい、そうだと思うんで、だけどもうぜひ長く続けてください。いや、ありがとうございます、はい、いや、おかげさまでですね、もうこの6ヶ月目に入って、はい、まあ、もう 2,3 ヶ月は僕たちが一生懸命いろんなところ回って回ってですね、うん、ゲストの方をぜひ出てくださいって言ったんですけど、それがここ最近になってですね、まあ、少し徐々に、あ、うわ、それ、はい、そうです、いい噂が、はい、まあ、いい噂なのかどうか分かんないですけど、ね、僕が流してるんですけどね、ここが発信、もう2チャンネルからずっと僕がいい噂流してるんで、はいはい、そうなんです、まあ、そういうのも、もうなんやかんやしながら、はい、しながらっていうのもおかしな話なんですけど、はい、ここ最近ではやっとこさですね、出たいんですけどって言ってくれる方も、うん、少しずつ、ありがたいですね、はい、だからまあ、いいんじゃないですか、今回の、先週ですか。はい、公開放送という形で、駅のあるあるシティあるあるシティの方でもさせていただいたんですけども、はい、すごいですね、あれ公開とか、いや、すごかったです、はい、でもうギャラリーというか、そのはい、はもうその、はい、無制限って言ったらいけない、そのあれでしょ、そうです、いろんな一般のいろんな方が来られるわけでしょ、そうです、そうです、はい、ゲストもですね、 ありがとうございます、はい、はい、あ、すいません、何ですか、どうぞどうぞ、何ですか、あ、これお茶ですね、お茶ですね、麦ジュース、麦ジュースです、全然アルコールじゃないですよ、アルコールじゃないです、ゲストとかも結構プロレスラーの方であったりとか、はいはいはい、キュン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 っていう地元アイドル、あれちょっとものすごく気になったんですけど、はい、もうキュンキュンしちゃったんでしょ、もうキュンキュン、もうキュンキュンしちゃいました、キュンキュンしちゃキュンキュンして、もう下半身ぐんぐん来たんですね、話ぐん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 来たんですね、僕たちギュンギュン来ましたね、ギュンギュン来ましたね、可愛かったですね、さすがですね、ああいう400人の中で選ばれた子ですからね、すごいですね、さすがでしたね、ちょっと、すいません、ありがとうございます、どうもありがとうございます、ありがとうございます、ビールじゃないですよ、これは麦茶ですよ、麦茶ですね、仕事中ですからね、飲むわけにいけません、仕事中なんて一切いきません、わ、すごいな、なんか乾杯です。今日は皆さんありがとうございます。お疲れ様です。どうも。すごいな。ですね。なんか。あ、映ってます。すごいですね。ちょっと2000人入ってます、ね。3000人のギャラリー、ちょっともう一回映してもらっていいですか。3000人。わあ、3000人。すごい。これまだずっと奥までありますから、ね。2キロ先ぐらいまで。はいはいはい。2キロ先ぐらい。これまだ入り口ですから、ね。はい。子供ビール飲んでますから、ね。もうむちゃくちゃですね。むちゃ。今日ストリーム止まりますよ。もう飲むと飲むトークですから。あ、飲むと。あ、飲む。うまい。ありがとうございます。さすがやっぱバクっただけある。なんだそれ。もうなんかバクりますから、すぐもうノブトークついてください。いやいや、もうノブトークで。いや、でも僕たち毎週ですね、毎週っていうか実はあるたびに実は家で見てたんですよね。はい、はい、ツイートも何回かさせていただいたことがあるんですけど、ありがとうございます、はい、実はすごく出たくてですね、言うて思ってたんですよ、出たと思ったら終わりですよ今日はい、あれってちょっとした疫病神みたいな、なってないです、大丈夫ですか、もう筑豊まで追いかけますからね、もう、もう早く知ってたらもうぜひ出てもらったのに、でも結構多分まあゲストの方詰まってるんだろうなと思いながら、はい、はい、いや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 、そうですか、ちょっと、はい、トークフェイスブックで、はい、コメントポンってしてみたら、はい、あ、出てくださったんですよ、マジみたいな、そうです、そうです、それが最後って最後いや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 、まあでも実は僕たちも終わる予定だったんですよ、そうです、いつかですか、11、明日の放送で、明日でラストだったんですよ、実はそれ始めた当初はですかもう半年間の契約だった、契約だったんです、はい、そしたらまあ人気が出て、まあ出してさせてくれという企業の方まで、まあ人気が出たのか、いや人気ですよ、すごいですよ、人気が出たのかどうなのか、どうなんですかね、それはまあ置いといてですね、はい、まあ頑張って頑張って、はい、でもまあ大変いいことなんでですね、はい、私みたいにただ自分が目立ちたいでしてるわけじゃないでしょう、いやいやいや、僕たちもそう、私正直言いましょうか、今までゲストの方たくさんの時あんまり興味ないですからね、えもう自分が撮りたいばっかりですよ、いやいやいや結構盛り上がってましたよ、カメラをノブさんだけに映しちゃってくださいいやいや、でもいや続けてください、もう半年間もったいないですよ、そこでまあいろいろありまして、本社そのトップ会議、社長会長っていういる中でのトップ会議にまで、はい、このグッジョブ TV を継続するのかどうのかっていう部分ですごいですね、はい、行って、はい、でも会社ではもう有名人じゃないですか、いや、パートと係長です、そう、パートと係長です、ちっちゃい係長です、もうちっちゃい係長、かっこちっちゃい係長、ちっちゃい、それで売ってます、いやいやいや、すごいですよ、はい、会社の名前も出ますし、そのもちろんその宣伝したい側の企業の方たちもものすごいありがたいしですね、本当そうですね、はい、ですね、はい、いいですよ、私もノブトーク、はい、もうこれパクリじゃないですよ、アメトークのパクリじゃないですよね、全然違います、ノブトーク全然違いますよ、全然違います、みんなパクリでしょとか言うんですけど、一切パクってます、いやもう全然だってもうグッジョブティームでしょ、グッジョブティームパクりません、全然もうそうもないですよね、内容はこうあっちこっちこう、もう入ってもね
つまんで言ってますけど、つまんでない、パクリじゃない、パクリじゃない、パクリじゃない、つまんでただけです。あ、よかったよかった。参考にしてるだけです。あ、そうそう、いい、いい言い方しますね。で、あの明日もあるって言われてましたけど、明日もあります。ここで明日はもうここのね、オーナーの還暦でもあります。そうですよ、石田オーナーの。石田オーナーの還暦の。明日は体中赤に乗ってくるそうですよ。そうですか、すごいですね。あのスシローの CM みたいになるんじゃないですか。あのブルーマンのパクリでレッドマンするらしいですね。いいですね。パクリが多くないですか。パクリ多いです。有名になりますよ。レッドマン、レッドマンする。レッドマン。明日本当にレッドマン来ますか。レッドマン来ます。実は。マジっすか。来るんです。で、これ、あ、水族。当社の日総興産のキャラクターで製造君って言います。こちらもはい、ちゃんとあります。はい、製造君です。すごいですね。6月の後半に横浜からやってきまして、横浜の本社の倉庫からやってきまして、誰よりも目立ってますけど、目立ってますね。大人気です。どうかして隠そうと思うけど全然隠れませんもんね。さっきからそれノブトークのために何ヶ月か前からここに現れたでしょ。申し訳ない。どうかして隠そうと思うけど、どっから角度からでも入るんですよ。最近じゃですね、ユーストリームスタジオ北九州のキャラクターじゃないやろ。ここのゆるキャラみたいな。もうね、来たって言うかと思って来たって。ね、もしかしたらオーナーのもう一人子供がここに入って。そうです。なるほどね。本当そんな、そうですね。そんなこんなでね、はい。おお、でもなんかもうね、ノブさんが本当もう皆さんから愛されてたのを見たらもうすごい。から来てくれてる。マジですか。ありがたいです。普通来ないですよ。何人かはちょっとダメだったんですけど。いいですか。行きます行きますって。いや、ぜひって言って。でも今日あれでしょ。ずっと22時まで。今日は今から山根さんが田川の方まで走るんですよ。マジっすか。また走っちゃうんですね。山根さん準備。また走っちゃうんですね。で、安倍さんが一緒について。なるほど。またとか言う。またとか言うな。あれすごかったですよ、あのゴールシーン。はいはいはい。もう私思わず抱きつきましたもん。でも抱きついた後に、うわ、汗半端ねえとか。もう山根さん汗すごいしとかも。また中途半端に暑い時期やったんですかね。そうそうそう。けどあの距離を走るっていうのは。いや、途中ゴーカート乗ってましたよ。え、ゴーカートかよ。言っていいんですか。あ、行けないですね。そんなことはね、中愛トンネルあたりブルルって言ってましたもんね。いや、どんな捕まるって。まだ暑い季節だったからですね。そうですね。何が怖かったかって言ったら、走る辛さより車が怖いらしいです。ほら、日頃私たち歩いたり走ったり、はいはい、歩道しないじゃないですか。車の距離感が一番怖かった。あの二車線のところが一番狭いんですよね。そうで、あの案外筑豊と結ぶところってトラックが多くてですね。そういうコメントをして多分走ったっていうことをもうあのアピールしたんですね。途中は多分。あ、そういうことですね。あのトンネル河原、あの小倉から田川にトンネル抜けるでしょ。河原間、あの田舎道はどうも怪しいんですよ。あそこであのカート乗ってます。あの辺のですねコメントがないんです。キャディバッグ持ってカート乗ってました。でカート。で出てあの川辺で立ち食うどん食べてましたもん。え、いや結構うまいんですよ。うまいですよね。ネギ入れ放題。いやいや、いっぱいネギついてました。そういえばあのね、いやあのね、山根さんじゃないですか。山根さんか。あ、すいません、もうおらんかと思って。気づきませんでした。スニーカーの中いっぱいネギ入ってました。やっぱりあれそうやった。なんでや。いやいや、もう本当にあの頑張って、私感動しましたもん。いや素晴らしいですね。本当に走るんかな、正直当日まで思ってて、でゴールのやっぱ姿見た瞬間に感動しました。普通は無理ですよね。なかなかできないですよ。そうですよね。でもね、フェイスブックかなんかでバーンと、もう俺は走るって言ったら以上もう走らなきゃ。そうですね。すごい。ノブさんも有名ですからね。ノブさんもだって地球であれでしょ。そうですよ。はいはいはい。ですよ。ああ、まあいろいろやってますけど。まあですね、なんか人のためにならないかなと思って。でも叩かれた人痛いでしょうね。いや痛いでしょうね。痛いところじゃない。今度はちょっと忘れた頃にグッジョブ TV にゲスト呼んでください。いいですか。全然ですよ。河原20枚を用意しとったら。20枚俺を撃沈させてどうするんですか。しかも硬いの一番上に置いて今こう一番新しいね。私もあのいろいろ団体持ってるんで連れて行って、あのちょっとゲストでいつか呼んでください。いや、お願いします。いや、もうぜひともお願いしたいですね。本当ですよ。あ、マジですよ。あ、本当です。また建前です。でもみんなで演舞してもらってですね、僕は最後に暴力反対って言いますから。最後僕殴られて終わりです。暴力反対なんで。でまたちっちゃくなったみたいな。もっとなんで。本当本当だっつって。いや、いいんじゃないですか。あの本当2月以降とか。あ、全然お願いします。こちらこそお願いします。2月以降あの空いてますんで。本当に。はい、大丈夫です。全然大丈夫です。でですね、今後のですね、グッジョブ TV の、まあ、
まあ、目標って言ったらおかしいですけど、はい、まあ、目指すところっていうか、はい、まあ、そんなんとか聞けたらなと私も思うんですけど、私ももう ここにちょっとですね、これからちょっと時間があるとき遊びに行くギャラリーの方になろうかなと思ってるんで、あ、もうぜひ嬉しいですね、はい、なんかその、まあ、目標って言ったらちょっと聞き方がおかしいかもしれないですけども、はい、まあ、とにかくですね、あの本当目標っていうか、本当みんな皆さん誰が見ても愛される番組っていうのが一番なんですね、はい、まあ、ただ単に本当自己満足にはなりたくない、でとにかくもうみんなが見て、はい、もうその老若男女じゃないですけど、どの方が見ても楽しいなって、グッジョブ TV 楽しいなっていう番組作りをしたいなということで今ずっと話してて、